写真撮るじゃねえぞ。写真がいいね。こっちは撮れちゃったっけ。こっち表側だ。フォトショット切れた切れた。うん、ちょっと貸しまってごめんね。あります。さっさっさっ。206号室。ん？こっちじゃない？こっちは撮る。うん。だけど下の方照らせばなんとか1台でしょうかライト、うん。なるべく。切りましょう。何でするの？でしょ？怖くないでしょ？そうっすね。こんなんでしたら怖いかもしれないけど、あ、両方切れたよ。切れた。やった。予備ねえや。ごめんね。やべ、予備ねえ。あ、この方がいいや。逆に。ちょっとリアル。うん、リアルで。この方が、あ、わかんねえじゃん。あんまり。あんまわかんねえじゃん。でもナイトショットだから撮れるから。ほらほら、全然撮れてる。うん。雰囲気あっていいんじゃない。次で、あ、全交換だね。あ、これあれだ、シャワーチェアだ。お風呂、お風呂。足は左に行って、シエテが下がる。ね。あ、これ、サイトに書いてある。これはお風呂。うん、お風呂、お風呂。大丈夫、絡めないでいく。ごめん。よくやるんで。今笑い声聞こえてる、ね、笑い声聞こえてる。ハッ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 って言ったでしょ、ね、あ、なんすか、うん、なんかこの辺こういうドアの切り口じゃないですか。違う違う、踏んでないよ俺。聞こえました、ね、あ、これだった、これだった、これだったね。だったね。今下から聞こえました。マジ。なんかつまんないよ。いや、これ有名だよ、ここ。有名、かなり有名だよ。結構、潰れただけで有名だ。いや、なんか三大廃病院で、ね、そう、廃病院。エリコホラー出るよ、出ないよ。オツ、はい、お疲れ様。うんこ出るとか言う。あ、でもこれ LED 正解だね。 LED 正解だわ。広いね。これ食堂だね、多分。
レントゲン、いやここレントゲン室じゃないよ、これレントゲンだね。なんでこんなとこあるの、これレントゲンだよ。これあれでしょ、ベッドでしょ、ベッドベッド、グリーン、グリーンのローラー、手術室、リハビリ室、リハビリ室かな、考えしてんね。でもなんかほとんどないね、物がね、意外と広いな、こうここ、はい、エリコって何、さっきから多いけど、あ、洗濯機だね、ここ食堂かな。ね。ここなんだろう。降りますよ。短時間で。便所ですね。屋上だね、これ。屋上だね。感じます？何も。じゃあ降りますか。足は気をつけて。ここは行ったんだよね。ここも行ったっけ？行ってないの、1回だけだよね。目が小さいよね。ここでもでかいね。当然。ここ何？診察室とか。ああ、ここだね。あいろいろあるね。ここレントゲン室だ。ここレントゲン室だ。あったあった。なんかね。灯油感あるよ。あ、レントゲンの匂いするね。レントゲンの匂いするね。うん？ここは？あ、これあれだ。この間やった。この間やった。昨日。ここであれだよ、採血とか。うん、そうだね。ここ手術室ないんだね。ないですね。レントゲンあるよ。落ちてるよ。落ちてるよ。触らないから絶対感染するから。うん、そう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 、俺だって医療系やってるから。あ、
めっちゃチャジなんだよ、はい、本当に病気とか感染するよ。レントゲンだよ、レントゲン。レントゲンだよ。異常なし。わかるんですか。うん。うん、正常。多分。あ、消化中くんなかったの。正常。あ、いっぱい。正常。これダメだろ。いくら言うようでも。あ、ガラス割れてる。気をつけて。個人情報だろ、個人情報、個人情報だろ、どう見ても。俺だったら嫌だろな、ばらまかれてしまう。燃やしなさい、こういうのは。ん？あ、これダメだ、ガンだ。真っ黒だよ。ん？真っ黒。真っ黒、ほら。真っ黒です。これあれですかね。うんうん。動画アップで確認したらなんか分かるんですか。分かんない。ただ入ってるかもしれない。音声。うるさい。レカーアルションっています？ん？レカーアルション、鶴さんぐらい。鶴さんぐらい。うん。だっけ、こっちは行ったんでしたっけ。あ、ここから入ったんだっけ、うん、こんななんだった。危ない、気をつけて、足、ほら、ね、うん、大丈夫？もうこれで平気だ、はい、なら撮ってるけどね。はい、東洋、何でしたっけこれ、東洋診察診療所、東洋診療所ですね。ちょっとデジカム写真撮ります。ん？ん？書いてるからね。これの判定がいい。うん、こんだけ看板あってこういうのすごいっすね。書いてますよ。そう、東洋診療所です。以上です。皆さん、お疲れ様でございます。こんな感じです。ゴミ捨てになって。まさか HI に見が切れるのかな。ブツンブツンって。ね。東洋診療所でした。お疲れ様です。短時間ですけどね、場所柄ね、厳しいです。お疲れ様でした。東洋診療所ですね、これはね。皆さんどうでしょうか。栃木県心霊スポット東洋診療所です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。